はい、こんにちは、ラチです。今回のテーマは生成 AI を使いこなすアーティストたち7選をご紹介していきたいと思います。画像生成 AI の登場により、既存のイラストレーターとかアーティストたちがいろんな反応をしている昨今、私も以前 AI アートに関する動画を投稿させていただきました。その動画の反省点として1個あるのが、全体としてちょっとネガティブな印象でまとまってしまったなっていうところがあるんです。既存の仕事、既存の価値観と比較しながら生成 AI どうなんだろうっていうのを議論していたわけなんですね。そういう追求だと、最終的にはクオリティがどっちが高いのか、人間がいいのか AI がいいのかっていう話になったりとか、いや AI には心があるんだよ、ないんだよっていう話になったりとか、なんかね、結構そういう話になっていきがちだったなと思います。今回は生成 AI とアーティストっていうこの掛け算をもっとポジティブにご紹介していきたいなと思って動画を撮りました。ということで、今回はそんな画像生成 AI と競争、共に制作活動をするアーティストたち7組をご紹介していきながら、新しい時代を覗いていってみましょう。まず一人目にご紹介したいのが、レフィーク・アナドールというアーティストです。日本でも昨年2023年、ミッドタウンで、作品が公開されていましたが、彼の作品はMOMAで披露された作品が結構注目を集めたんですね。アンスーパーバイズドっていうタイトルなんですが、もしかしたらこう生成 AI とかに詳しい方は聞き慣れたワードなのかもしれません。機械学習プロセスの用語としてあるんですけど、直訳すると教師がいないとか監督がいないみたいな言葉になるのかな。MOMAに収蔵されている作品データですね、膨大な数があるんですけど、それをもう AI にザーッと学習させるんです。もう見るからに圧倒的な造形美、こうまるで手に取れるぐらいのこう滑らかな感じがね、ずっとうねうねしてるような作品なんですね。彼は画像生成 AI について多次元の想像力がなす技だっていう風に語ってるんですね。3次元の私たちにはもう考えられないような、もう多次元空間を AI は見ているのかもしれません。過去も現在も未来ももう全てをブレンディング、融合させていって、でさらには素材、マテリアルも複数を融合させて制作していく。これが今までの私たち人間にはない生成 AI らしいこうクリエイティブの仕方だと語っているんです。彼の来歴を見てみると、2008年データペインティングという造語を提唱しています。特に着目しているのが光の表現です。光の屈折とか輝きっていうのを一回捉え直して、でそれでデータをペインティングする。だからこそこの AI との掛け算がすごくうまくいったアーティストだったんじゃないかなと思います。続いてご紹介したいのが、ユニバーサルエブリシング。これがね、もうほんと見ててワクワクするような作品いっぱい出してるんですよ。例えば直近で言うと2024年変容という作品を出しています。歩く人間のこうシルエットがあるんですけど、その人間のマテリアルがどん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 時間とともに変化していくっていう、もう見てて全然飽きない、どうなってんのっていうような作品になっています。彼らはアーティストというよりは、アートを使ってテクノロジーをいろいろ試しているんだよという姿勢をとっています。ですのでこんな風に AI を使って実験してみたり、いろいろ遊んでみたりっていう作品が目に留まるのかなと思います。 AI ミュージックビデオはサウンドデザイナーであるサイモン・パイクと制作したAI ミュージックのビデオです。これは曲調に合わせてタイポグラフィーがねコロコロ変わっている、ちょっと可愛らしいような作品がねいっぱいあるんですよ。文字の構成がそのまま歌詞を表現しているし、曲調も表現しているし、ビデオそのものをね、ミュージックビデオそのものを形成しているっていう、いろんなね側面を持っているタイポグラフィーになっています。もともとここは、生成 AI を使う前から、ミュージックビデオの制作をしていました。そしてその頃から手作業で一個一個アニメーション制作していくっていうことはしていなかったんです。そうではなく、ミュージックビデオを作る、構築システムっていうのを一生懸命作っていた。しかもそれはできるだけ予測不可能な表現にしたい。
でもそれを実現するためには膨大な画像データが必要だったんですって。でそれの画像データを学習させなきゃいけないし、一個一個パラメータを調整しなくちゃいけないってすごく労力がかかっていた。そんな時にこう生成 AI と出会って、作業がね劇的に変化していったという流れがあったそうです。雑誌アイデアのインタビュー記事によると、彼らは AI の可能性についてこう語っていました。人間は本来未知なものに対して恐れを抱きますが、未知のものとは可能性を秘めている。もしかしたらそれは全く新しいアイデアとして私たちが今後関わるかもしれないというふうに語っています。彼らの作品を見てみると、本当にこの未知の可能性に対して楽しそうに取り組んでるっていうのがまあわかるかなと思います。彼ら自身はテクノロジー楽観主義者と自分たちのことを語っているんですけど、恐怖以上にワクワクがね、いろんなところからにじみ出てるような、そんな作品がいっぱい出てくるかなと思います。続いてご紹介したいのが岸優馬という日本人のアーティストです。人工知能を駆使してデジタル作品とか彫刻制作をする日本のアーティストになっています。例えばですね、西洋絵画からこうモチーフを借用して、このね西洋絵画の顔の部分だけうねうねうねと変化するような作品を発表しています。顔認識をこう歪めていく作品、 AI が認識しているこの顔のあり方っていうのと、私たちが人間が顔だなって認識しているこの範囲っていうのはすごく差があるんだよっていうのをこう知らしめてくるような、そんな作品になってるんじゃないかなと思います。それほどね、私たちにとって人の顔ってすごく大事な情報だなって思うし、そこに執着しているんだなっていうのを改めて感じさせます。またシーズっていう作品は、春画を用いた、作品になっています。 AI に5000点以上もの春画を一生懸命学習させるんですって。そしてその後に、春画を量産させてもらう。でそれをねつなぎ合わせて映像作品にしてるっていうものなんです。岸さん曰く、 AI と人間が競争することで新しい視点やアイデアを生み出して、そして表現の可能性を広げることができると捉えているそうです。私たち人間の固定観念っていうのがここにあるんだっていうのを再認識させてくれる、そんな作品になってるんじゃないかなと思います。続いてご紹介するのはトレバー・パグレンという、この人はアーティストであり地理学者である人です。Behind These Glorious Times っていう作品があるんですけど、これもうずっと見てられないぐらいこう目まぐるしいこうジャ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 ってしたスライドショーになっています。こういった非常に速いスピードで画像自体をただただ見せることで機械学習を模倣しているっていうような、まあそんな作品になっています。ですが私たち自身も本当は知らず知らずのうちにこの機械学習と同じようなトレーニングをしているんですね。それは何年も何十年もかけてやっています。それを私たちは経験って呼んだりとか、知識って呼んだりとか、学びって呼んだりとかしますよね。これは2019年ロンドンで発表された作品で、2万以上のカテゴリーに編成された1400万以上の画像データベースです。かつてルネ・マグリットっていうアーティストがイメージの裏切りっていう作品を発表したんですよ。彼曰くこのイメージの裏切りをオマージュした現代版機械学習時代版のイメージの裏切りなんだよ、一種のこういうアンサーなんだよっていうふうに表現しています。例えばこの作品クローズアップして見てみましょう。アップルというカテゴリーの中にもう無数にね画像データが配置されているんです。一つ一つをよく見てみると、中にはまあザ・リンゴだよねっていうものもあり、ですが隣にはあれなんかリンゴか梨かわからんっていうのとか、この作品って一個一個を見るともう何の変哲もない面白みもないって言ったらあれですけど、面白みもない画像の群れなんですよ。ですがこれをこの数でまとまりで見てみると、やってることってこうなのかな、そして私たちが実際経験として行っていることってこうなのかもしれないっていうのを視覚的に表現している、そんな作品になってるんじゃないかなと思います。
さて次にご紹介したいのは人工知能の社会的な影響を研究しているケイト・クロフォード、そして同じく研究者であるウラダン・ジョーラの作品です。彼らがMoMAで発表した作品があるんですね。これがちょっとね面白いなと思ったのでご紹介させてください。 AI システムの解剖学っていうタイトルです。これ何かというと、スマートスピーカー、Amazon エコーをケーススタディとしてデバイスが誕生してから亡くなるまでこれを追跡したっていう作品です。すごいね枝分かれがいっぱいあって細かくって何書いてあるか分かんないんですけど、よくよく見てみるとこのデバイスが世に出るために多くの人たちが介入していきながら、いろんな人たちの手を借りながらこのデバイスが1個生まれているんだよっていうのを表現しています。普段私たちがね目に見ることができない水面下で起こっているこの製造工程っていうのを表面化したそんな作品になってるんじゃないかなと思います。 AI が普段私たちの目に見えないこのネットワークの環境にアクセスしているっていう様をこういうふうにねビジュアルで表現してくれている、スマートデバイスを介して視覚化してくれているっていう作品になっています。続いてご紹介したいのはマリオ・クリンゲマンというアーティストです。これ私ねずいぶん前に紹介したんですよね。なんかブログだったか YouTube でもやったかもしれないけど、でこの人ルーメン賞っていうのを取ったんです。画像生成 AI を使って、絵画コンテストで、賞を受賞したよっていうことで、このマリオさんのなんかいろいろ見てみるとなんか好奇心旺盛な懐疑論者だとかマッドサイエンティストだみたいな、ちょっと怖いなんかねそういう奇抜な人なのかもしれないですね。通行人の記憶という作品があります。2枚の大きいモニターと真ん中に頭脳、コンピューターですね、ここが認識したものを、スクリーンで出しているっていう作品です。このスクリーンには男性と女性と2枚設置してあるんですけど、これはリアルタイムで、映像がどんどん変化しているっていう作品です。ポートレートをずっと生成しているのですが、このポートレート、人の肖像ですね、この肖像は、実際には実在しない人物をずっと、じんわりと変化しながら動かしているよという作品です。人間の知覚、美学理論とか、システムの反転などがテーマに、この作品が載っているということです。そしてこちらの作品は125個のなんかこうジャラジャラしたやつで一個一個にペタペタペタってこうパネルがついてて、で44個のパネルがこう一個一個に仕込まれてるんですって。このパネルの前方に置いてあるのが教卓のようななんか教壇のようなものが設置されている。で人が鑑賞者がひざまずいてこのパネルを眺めていくっていうようなそういう姿勢を取るようになっています。鑑賞者がここで何か神に祈るようなポーズを取るとパラパラパラーっと出てくるんですね。で鑑賞者は何かしらの意味を見つけ出そうとする、なんかそういうねなんていうかシニカルなのかな、人工知能には心がないからなんとかかんとかみたいな論を鼻で笑ってるような感じもするし、あるいは宗教信仰とかそういうところもなんか鼻で笑ってしまっているような、なんかそういう作品になっているので、あなんかインタビュー記事のそのマッドサイエンティストっていう言葉に私が引っ張られすぎてるのかもしれませんが、なんかねそういう観点から見てみると面白いのかなと思います。最後にご紹介したいのが村山五郎という日本人のアーティストです。オートポイエシスという生命システム理論を使って作品を制作する、絵画にしたりとかドローイングをしたりとかしているアーティストです。麻布を編み上げていって、でその上に下地を塗ってドローイングするっていう、そういうね不思議な制作プロセスをするような不思議な作品がねあったりとかします。異世界とプログラムのための肖像っていう作品があるのですが、これねパッと見てすごい可愛いなって思いました。一生懸命変顔してる作品がバーッと並んでるんですよね。スマホのカメラであれ顔認識するじゃないですか。その顔認識で、顔が認識できないぐらいまで変顔するんですって。
改めてドローイングするっていう、そういうプロセスを踏んだドローイング作品になっているんです。 AI が認識できない顔だけど、私たち人間からするとこれは人の顔であって変顔だなっていうのが認識できるって、こういう逆転のね、アプローチがあって、またね、こう感性を刺激してくれる作品だなと思います。さて、ということでご紹介していきました、アーティストが AI、 生成 AI を使って共に制作するっていう、そういうね事例をいろいろ見てみました。いかがだったでしょうか。これからね、どんどんもっともっといろんな作品が出てくると思いますし、私たちの知らない間で実は生成 AI を使ってるよとか溶け込んでるよっていうのがこれからどんどん出てくると思います。皆さんは生成 AI についてどんな印象を持ったでしょうか。まだ許せない部分があるでしょうか。それとも積極的に使ってみたいなっていう気持ちになりましたか。よかったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。こちらのチャンネル、アートの話していますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。